中学受験のリスタート、たかしです。今日は電気の3回目。1回目、2回目で豆電球の明るさをやりました。でも、この豆電球の明るさって実は結構難しいんだよ。で、何度やり直しても何か間違ってしまう人がよくやるミスを今日は紹介しようと思います。1回目と2回目の教材にもう一度リンクを貼っています。やり直しに使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、豆電球の問題ね。何遍やっても間違えちゃう人いるよね。じゃあまず、こっちの男の子が何をやってるのか見てみよっか。男の子はこんな風にやっていました。今、電池と豆電球がいろいろつないであります。で、電池に流れる電流が1。だから豆電球も1。で、この場合は2つ電池があるから、1と1が流れてて、電球の部分は2だなと。で、こっちは電池が1だから、豆電球2個で分けるから、これは2分の1。じゃあこれ電池が1、1だから、豆電球は2ってやって、この2が違うんだよね。そうすると、あ、なんか怒り出しちゃったね。まあ気持ちはわからなくはないよね。で、この今男の子がやったこと、どこが間違えたかちゃんと指摘できるかな？もう一回見てみよっか。男の子、電池にまず1って書きました。で、豆電球が1。実はもうこの時点で間違ってるわけ。何が根本的に間違いなのかっていうと、電池があるでしょう。で、この電池に流れる電流っていうのは、実はここに何をつなぐかによって変わってきます。つまり、電池に流れる電流を1って書いた時点でもうそれは間違い。だってさ、乾電池見たことあるよね。で、今これ乾電池がテーブルに置いてあるんだけど、この電池さ、電流流れてる？流れてないよね。テーブルに置いた乾電池にビリリリリリとかなってたら怖いじゃん。だからこの時は流れる電流は0です。じゃあ、電池に導線をつなげてね、この導線同士をくっつける。これどうなるんだったっけ？そう、これはショートっていう状態になります。めちゃくちゃ電流がたくさん流れて危険な状態です。乾電池が破裂したり炎が出たりしてくるわけ。もう一回言っとくと、乾電池そのままだと電流は0。ショートさせるとめちゃくちゃ電流流れるわけ。つまり電池から流れる電流は一定ではないっていうことです。じゃあ次、女の子が何やってるのか見てみよっか。こんな風にやってます。ああ、そうそう、豆電球の方から数字を書いていくんだよねと。電池1個に豆球1個の時は1。電池を2個直列にすると加速されるから電流は2になります。で、豆電球2個直列にすると流れにくくなるから電流は半分の2分の1。並列つなぎの部分は隠すんだよね。すると電池1個に豆球1個で1。この場合も並列部分は隠します。電池1個に豆球1個で1。下の豆電球は上を隠すからやっぱり1っていう風に出てくるわけ。じゃあ電池に流れる電流はっていうと、ここが1だから電池も1。1が2つに分かれてくるから並列の場合は2分の1、2分の1。1と1が合流してくるからここは2。2を2つの電池で分けるから1、1。2分の1と2分の1を足して電池1個に流れるから1。ってやると、ここの1、1が違います。あ、ガーンってなっちゃったね。今度は、あ、泣いちゃったね。かわいそうだね。これ何が違うのか今度はわかるかな？この女の子のはすごく惜しかったよね。そう、この女の子は乾電池に流れる電流を出すときに、単純に豆電球に流れる電流を合計して電池の数で割っていました。これはね、違うんだよ。ポイントは何かっていうと、これは直列つなぎの時はこういうトラックの周りを電気くんがぐるぐる回ってるイメージを持ってください。そしてそれぞれの部分に通過する電気くんの人数が電流です。つまりここに10人通過したんならここも10人通過するよね。どこ取っても10人通過します。だから直列部分は電流が等しくなります。じゃあ女の子がやったのはこれすごく不思議なことになるのわかるかな？ここが2でここ1、1なんでしょ？トラックに電気くんが走ってるんだよね。で、この時にここに20人通ってて、こことここが10人って言ったら、これおかしいじゃん。ここ20人通過した電気くんのうち10人どっか行っちゃったことになってるよね。だからこうじゃなくて、本当はここ20人なら、ここもここも20人です。
つまりここに流れる電流が2だったら、この電池もこの電池もどちらも2の電流っていうこと。直列部分は全て電流が等しくなります。ちなみに並列つなぎの時はこういうイメージです。左の回路は電池を通過した電気くんがここで2つに分かれて豆電球に入っていきます。そして豆電球の電流は合流して電池に戻ってくる。つまり電池に流れる電流が2つに分かれて豆電球に入ってるわけ。こっちの場合は電池を通過した電気くんはこちらで合流して豆電球、豆電球の電流はここで分かれて電池に入ります。だから数字をつけるとこのように豆電球の足し算が電池、電池の足し算が豆電球っていう風になっていいわけ。ではまとめます。豆電球に流れる電流でよくある勘違い2つ。まず1つは、最初に電池に数字を入れたら必ず間違います。電池に流れる電流はそこに何をつなぐかによって変化します。さらにその2、直列つなぎの部分は電流がすべて等しくなります。これを忘れると電池に流れる電流を間違えてしまいます。どうしても間違えてしまう人、これらの点に注意してもう一度チェックしてみてください。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。